昔から長い間使われ、今もなお多くの機器で使用されているのが VGA ケーブルです。D サブと呼ばれるもののうち、ピンが15本のものが VGA と呼ばれています。接続した後に固定するためのネジが左右についているのが特徴的です。映像しか出力できないため、音声も出力したい場合は別のケーブルが必要となります。また、フル HD は出力可能ですが、アナログ信号を用いているため、ケーブルの長さやピンの状態によって画質が劣化します。そこで、アナログ信号ではなく、デジタル信号で伝送できる DVI が登場しましたが、端子が大きく規格が複雑なため、現在はあまり見かけることがなくなりました。2002年には現在でも広く普及されている HDMI が誕生しました。デジタル信号でデータを圧縮しないため、画質や音質が劣化せず、解像度は HDMI 1.4 からは 4K、2.1 からは 8K に対応しています。VGA とは違い、ケーブル1本で映像、音声、どちらも出力することができます。タイプ A が一般的ですが、小型の機器ではミニ HDMI と呼ばれるタイプ C や、マイクロ HDMI と呼ばれるタイプ D が使用されます。性能の高いディスプレイに採用されているのがディスプレイポートです。ケーブル側に簡単には抜けないようにロック機構が採用されているものが多いのが特徴的です。バージョン 1.4 からは 8K、2.0 からは 16K の高解像度にも対応しています。端子が小型のミニディスプレイポートと呼ばれるものもあります。USB Type-C は USB の次世代規格であり、表裏を気にする必要がないデザインなのが特徴です。Type-C の端子を利用して、サンダーボルトやディスプレイポートの通信が可能なオルタネートモードがパソコンに搭載されていれば、ディスプレイに出力できます。また、USB パワーデリバリーに対応していれば、ケーブル1本で映像だけでなく電源の供給も可能になるため、配線がシンプルになります。まとめです。ディスプレイへの出力は様々な規格があります。必要に応じて変換アダプタも利用してディスプレイに接続しましょう。